秋田県立栗田支援学校は、秋田県秋田市荒谷栗田町にある公立特別支援学校。領域としては、知的障害者に関する教育を担当し、知的障害を有する児童、生徒を教育対象とする。期限は、秋田市立日清小学校と秋田市立秋田西中学校に設置された知的障害児対象の特殊学級とされている。その後、 秋田市の3カ所の知的障害者福祉施設に、秋田県立秋田養語学校の分校、分教室が併設され、後に2分校1分教室を統合する形で、栗田分校となり、その後、秋田県立秋田養語学校から独立する形で、秋田県立栗田養語学校として開校。2016年現在、県立学校としては、秋田市で唯一の知的障害者を、 教育対象とする特別支援学校である。近隣に所在した秋田県立秋田養護学校が2010年で閉校となったため、その跡地には現在は登校高等部の環境、福祉課が設置されている。なお、環境、福祉課は知的障害の度合いが軽度かつ自力で自宅からの通学が可能な生徒に限定して受け入れている。秋田県における 自閉障子の教育研究校に指定されている。秋田市西部に所在するため、市北端部からの通学については、困難な場合があることから、当該地域については、2003年度より、秋田県立支援学校天皇緑学園との学区選択入学制を取っている。秋田県立、栗田支援学校環境、福祉加工舎ありがとうございます。